んにちは、アキでーす。はい、ということでですね、今回やっていく企画なんですけれども、皆さん、今が、まあ、11月下旬ということで、もうすぐクリスマスですねー。皆さん何するんですか？もう私はもうカナダでクリスマスが過ごせる。こんなにね、素敵なことないなーって思って、もう、日本にいる時でも、もうクリスマスももう一番好きなイベントで、クリスマスプラスカナダっていうので、もうさらにテンションがハイになってる、この頃になってます。もうそう、カナダでもいろんなところでねクリスマスソング流れてて、まあ店内の装飾とかね、いろいろイルミネーションとかね、きらびやかになってて、もう本当に素敵なシーズンだなという、素敵なイベントだなとしみじみ感じさせられております。で、カナダでもね、去年はコロナの影響でねなかったクリスマスマーケットが開催されて、よりね気持ちが高ぶってる状態になってるんじゃないかなと思います。カナダと日本で違うところを私一つ発見して、サンタメールボックスがこっちにはあって、つまりサンタさんに手紙を送ることができます。正式に、すごくない？もう私見た時にうわーってなっちゃった。まあこれどういうことかというと、まあ、普通に至る所にサンタメールボックス、普通にポスト、サンタさん用のポストが置いてあって、で何日までに、手紙を出せば、サンタさんから、返信が返ってくるよっていうシステムなんですね。大人でもね、出そうと思えば出せるということだったので、いやちょっと待って、こんな素敵なシステムあるんだったら、いや使うしかなくないと思いまして、今回ですね、サンタさんに手紙を送ることにしまーす。まあ、ただね、サンタさんに手紙書いても面白くないなと思って、ちょっとね、自分でクリスマスカードを作って、で、サンタさんにメッセージを書いて、で、手紙を送ろうかなと企んでいます。ということで、今回のアッキーの頑張ることは、ドゥドゥン！アッキーのサンタさんに手紙書くとこを見てやって、です。早速、帰ってきたら作り出そうと思います。今日は時間がないというか、やることがいっぱいあるので、ちょっと明日に持ち越しにもなるかもしれないんですけど、まあできるだけね、終わらせられるように頑張ります。まず画用紙、これはインダイソーで買いました。画用紙ってないんだね、こっちね。で、じゃん、スケッチブック。スケッチブックはちょっと白を多く使いたくて、でもこれ1枚しかなくて、なんでちょっとスケッチブックで代用させていただきます。じゃん、かわいい、かわいい飾りちゃん。これはちょっとね、まあ今から作るものでちょっと使おうと思ってたので、これを買いました。じゃん、あとこれ見てる、こういうツリー柄のマスキングテープ、テープじゃないけど、まあみたいなの買いました。で、あとはちょっと、まあ論外じゃなくて、何？論外じゃなくて何だっけ？なんとか外っていうね。なんだっけ？論外じゃなくてなんだっけ？忘れた。ちょっと、はい。これも買いました。じゃーん。やばない？めちゃくちゃ可愛いんだけど。まぁちょっと不細工な感じがもう私的にはたまらん。じゃあちょっと始めていきましょうか。で、今回私が作りたいカードは、ちょっと、私がスノーマン、ジャニーズのアイドルが好きっていうことで、ちょっとスノーマン、雪だるまのカードを今回手作りで作っていこうかなと思います。で、まあ頭の中にね、こう大体のイメージ像はできてて、てるので、それをね、どうにかこうにか本当に実現ものにできたらなと思うんですけど、スケッチブックがあるので、ちょっとイメージ図を書いてから始めたいと思います。
絵の方はね、私もう昔に絵画教室習ってて、結構長いこと2年ぐらい習ってたかな。あ、そう、今日はですね、クリスマスカードを作りながら留学生活について雑談していこうと思ってるので、ただ単にねクリスマスカードを作るだけじゃないのでご心配なく。昔、本当に昔に、なんかのコンクールみたいな、絵画コンクールみたいなのがあって、それに応募したんですよ。題名がね、アメリカのジャングルの誕生日パーティーみたいな感じで、アフリカの子供たちが誕生日パーティーしてるっていう絵を出したんですね。まさかの佳作、なんか、あ、わかったわかった、違う、賞には選ばれなかったけど、なんかそこのお偉いさん事務所みたいなところから連絡、手紙をもらって、でお子様の絵、選ばれなかったけど、そのね、すごく才能があるので、私たちのそのアカデミー、絵画のアカデミーか何かに参加しませんかみたいなって来てて、で結局でもその時はね、まあ、私も絵が気になるわけでもなかったし、ちょっと怪しくねっていう風になって行かなかったんですけど、もしね、あれ参加してたら私の未来は変わってたかもしれないですね。ここにいないかもしれないですから。そう、だから絵画教室通ってたからそこまで下手じゃないよっていうのはありますね。こんな感じにします。やっぱアカデミー行かなくて正解ですね。大きさ迷いどころだな。どうしよう。このぐらい足りるかな。私はじっくり考えるよりも行動派なので、ちょっと行動していく。行動。じっくり考えるよりも行動派なので、まずはちょっと書いてみます。今の正直な感想は、帰りたくないが一番ありますね。なんかたった8ヶ月もいないぐらいか、まあ大体8ヶ月ぐらいなんですけど、もう本当にね、今の生活がだんだん日常になってきて、まあ心配だった料理問題も、まあ、だいぶ慣れてきて、自分のことは本当に自分で今何でもしてる状態なので、なんか自分で自分を褒めたいというかね、偉いな私と思いながら頑張ってる日々ですね。発音もね、めちゃくちゃね、上手くなってる。びっくりした。私いつも授業中にね、なんかディスカッションしなさいみたいな時があったら、必ず録音してて、それをね、その日の、まあその日の料理してる時か、なんか暇がある時に聞いたりしてるんですけど、発音がね、ものすごく上がったでね。やっぱりプラクティスが大事ですね。あと継続すること、何日も英語に触れることが大事だと思う、本当に。だから私は結構最近はもう料理作ってる時と投稿する時のフリー時間は、だいたい YouTube 見たり、英語の曲聴いたりしてますね。本当に留学は私はおすすめしますね。めちゃくちゃおすすめする。本当に来てよかったなって思うし、やっぱりね、英語は自分次第なところはありますけど、伸びる確率が高いし、たまに街とか歩いてて、ふと、あ、私今カナダいるんだよなって思うんですよ。もうそれがね、もうなんかエモすぎるというか、カナダですよ。だって日本離れてカナダにいるんだもん私。でこうやって暮らしてると思うと、なんかもうびっくりです。今までね、私自分のことは好きで、結構自分のこと好きで、私は自信ある方だとは思ってたんですよ。自分の中で私ならできるだろうと思っていろいろしてきたし、でそういうのがあったからこそ、こういうカナダに来れたりとか、いろんなことに挑戦したりとか、
できてるとは思うんですけど、心の私自身は自信ない人なんじゃないかっていうふうにこっちに来て思って、それがなんでかっていうと、バイトで例えば後輩を教えるっていうふうになった時に、間違いなくこうやって自分はしてきたから合ってるって思うんだけど、例えば教える時に、え、ここはこうこうだよとか、ここはこうこうだからこうしてっていうんじゃなくて、ここはこうこうらしいよとか、ここはこうって言ってたよ誰かがとかっていう、そのなんだろう、責任逃れみたいな言い方を結構してて、自分がで、まあ、そのそれがはっきり言えないとか、自分に自信がないからだっていう風に私はたどり着いたんですね。私よくズボン履くんですけど、スカートもまあ履きたいっちゃ履きたいんですよ。けど自分には似合わないとかねって思って、なんかね、スカートから逃げるというか避けてきたし、なんか例えば誰かからさ、例えば可愛いねって言われたとして、そしたらいや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 とか、いやいや嘘やん絶対とかね、嬉しいなって思っててもなんかどこか隠しちゃうみたいなところがあって、でもこっちの人はもう本当にこれみんな言ってるけど、ちょっと話せるだけでも、こんにちは言えるだけでも、僕日本語話せるよとか、綺麗だねって言ったらありがとうとか普通にね言うんですよね。それが私的にはすごい感化を受けたというか、自分にもうちょっと素直になってもいいんじゃないかって思うようになって、可愛いって言われたらありがとうって言えばいいし、別にそれが嘘だったとしてもいいじゃないですか、それ言わしときゃ、ね、だから今は否定なんでもしないようにしてます。そうそう、可愛いって言われたらありがとうって言うし、ビューティフォーって言われたらありがとうって言うし、あの子が気になって眠れなかったんだ、君の嘘でしょ、奇跡は待ってたんだ、ちょっと待ってやばい、ブッスブスすぎん、これ片目、目の大きさ全然違うし、あーいいじゃんいいじゃんいいじゃん、2低い1はいつでも出ろ、大好き20、一人じゃ何点コンピ、自信がない健康、あーちょっとマジでやめて、ここからさらにちょっとやっていきます。えこれこんな感じで、上手すぎ、私上手すぎ、はい、皆さんおはようございます。有言実行、本当に、次の日に持ち越しております。でもね、もうほとんど完成してるんですよ。じゃん、こんな感じで、ここにメッセージをちょっとパラパラと書こうかなと思ってるんですけど、最終仕上げをちょっと頑張っていきたいと思います。なんて書こうかな、まあ、メリークリスマスを書くとして、メリークリスマストゥーサンタで、お願い事書きましょう、お願い事、ちょっとねプレゼントはまあもらえないいい年頃なので、まあ、少しでもね願い事を叶えてくださいということで、願い事書きましょう。これに練習しました、メリークリスマス、ちょっと書いていきたいと思います。どうだ、いいんじゃない、集中したいので喋らないできます、ね、いいんじゃないいいんじゃない、願い事か、本当のところで言うと就活がうまくいきますようにとかいうこと書きたいんですけど、ちょっと現実的なので、ちょっと素敵な、もうちょっと素敵な感じのことがいいですよね。なんか自分に自信を持つ、それちょっと違うな、分かった、 To be honest with myself にしよう。
I hope ハローサンタクロースが良かったな。まずはね、基本的な挨拶からしませんと。挨拶できない人はね、ろくでもないですから。ちょっと挨拶から始めましょう。できました。こんな感じです。ハローサンタ、 I hope to be honest with myself。 OK OK ね、ということで可愛くできました。ちょっといい感じにね、まとめてサンタさんに、出したいと思います。はい、ということで、手紙を出しに来ました。ちょっと私が、出すポストはパシフィックセンターのところにある、サンタレターボックスに出していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ちょっとレターを出しますので、はい、ではこちらをですね、今からサンタさんに手紙を出していこうと思います。ちょっとね、だいぶパシフィックセンターは都会でいろんな人がジロジロ見てるので恥ずかしいんですけど、ちょっとこいつを出しに行ってきます。あった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 。お、Thank you。 はい、ありました。レタートゥーサンタということで、こちらのですね、サンタボックスに今から、手紙を出していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。 December 10th there have been so good。はい、ということで、じゃあ、出していきたいと思います。レタートゥーサンタって書いてあります。よし、届け私の思い、行ってこい。はい、ということで、無事出し終わってきましたね。結構手紙を書いてから出すまでに時間がかかってしまったんですけど、何年ぶりですかね、もう十何年ぶりぐらいに、サンタさんに手紙を書いて、しかも公式にね、手紙を出すのは初めてで、すごくね、カナダの素敵な文化に感謝しないとなと思います。でね、また返事が返ってきたら、ね、動画を回して皆さんに共有したいなと思います。はい、ということで、今回の秋の頑張るところいかがだったでしょうか。このチャンネルがね、いいなと、思いましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。